はい、どうもこんにちは、サースノです。今回はですね、便利グッズなんですけど、これですね。どんなもんかなと。なんだろうこれ。すごいいい感じですね。かなりシポシポ感がで、とにかくニラミがね、すんげーフンするんですよこいつ。やっぱね、肉食魚っていうのはしますね。でかいんですよ、とにかくデカブツをするんですね。よし、じゃあ早速取ってみましょうか。まあ人間でもね、魚でもそうなんだと思うんですけど、やっぱ自分のブツを取られるのは恥ずかしいのか出てきませんね。お、いいっすね。結構すごい簡単に取れますね。吸い込み口が普段使ってるスポイトよりも全然取りやすいですね。普段使ってるのがこれなんですね。普段使ってるスポイトがこれ。これこういうタイプで使うんですけど、まあちょっと取りづらかったんですわ。吸い込み口も小さいしね。うん、これ使いづらかった。すごい使いづらかったけど、これめっちゃ使いやすいですね。この吸い込み口というか、このシポシポがだいぶでかいんですよ。なんでものすごく使いやすいですね。音が結構ブシュブシュ言いますけど、超おすすめですわこれ。使いやすい。細かいところにも結構入るし、うん、使いやすい。これこれ使いやすいですね。うん、一応ね、このジェックスクリーナースポイトね、これチャームさんでも売ってます。で、俺小型水槽用に買ったんですけど、ロングの方もあるみたいです。大型水槽用のクリーナースポイト、ロングもあるみたいなんで、一応ね、概要欄に貼っときますリンク。かなり使いやすかったんで、スポイトを探してる人にはおすすめかもしれないです。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりだと思います。ちょっとね、短い動画なんですが、まあ気になっただけなんでね。はいじゃあご視聴ありがとうございました。ではまた。